こんばんは、青春通りの五十嵐です。まあ先日ですね、登録者1000人行きました。いつもご覧いただいて、登録やコメントしてくださる皆さんありがとうございます。予想してたより早く1000人行ってめっちゃびっくりしてます。まあまだ再生時間が2000時間ほど足りなくて、収益化はされてないので、無職、無収入には変わりませんが、とりあえず嬉しい。感謝の一言です。そんで、今回このチャンネルを始めた経緯ですが、まあ皆さんお察しの通り、きっかけはバーチャル元阿波姫こと、金美館通りの藤村さんですね。懲役太郎さんを見てて、藤村さんを知って、で、新型ウイルスで、新地が休業して、そのタイミングで引退を決意して、今後どうしようかなって考えてる中、寝る前に、ふとうちも YouTube やろうかななんて思いついて、あ、新地の女の子として、働いてた YouTuber おらんやん。うちが一番乗りでやったろうって思ったわけです。藤村さんのチャンネルの名前はもろパクリで、藤村さんファンにはすいませんって思ってますが、一応チャンネルを始める前に、藤村さんご本人に電話相談の時に通話でご挨拶はさせてもらったので、多めに見てください。てへ。あと、青春通りってのは、ほんまに、ちゃんとあるんです。青春通り、メイン通りって呼ばれる通りが、主に20代の若い女の子が座っている通りで、本当に古い地図なので、店舗名など、今と違うところとかもあるけど、地図にあるように、ここが青春通りって呼ばれるところです。つまり、青春通りに座っていた五十嵐さんっていうわけなんですね。知ってる方は知ってる通り、他にも30代のお姉さん方が座っている、今は姉通りなんて呼ばれるところもありますし、お母さんぐらいの年齢の方が座っている妖怪通り、年金通りなんていろんな通りがあって、実はすべて回ろうとすると結構広いんです。ほんで、1000人こんなすぐに行ったのも、藤村さんのライブに初めてスパチャさせてもらった時に、その時登録者10人ぐらいだったのが、藤村さんが宣伝してくれて、ライブ終わった後見てみたら、一気に250人ぐらい増えてました。ほんまにびっくりしたわ。藤村さんにはほんまにめっちゃ感謝してます。そこからじわじわ増えてきて、まあこないだの某ツイキャス配信者さんにモノモースの動画を出してから、アンチの方がたくさん来てもらって、で、びっくりするぐらい低評価、読み切れないほどの長文アンチコメントが来て、うちの動画はさらに知れ渡りました。とにかく、バーチャルっていうのが難しくて、アバターは概要欄にいつも載せてる、のんべんくら様に作ってもらったのですが、そこからダウンロードして、PC に取り入れて、実際にPC に移して喋って動画にするまでが大苦戦で、で、めっちゃ調べたり試行錯誤して数日かけてやっとできたって感じでした。マウスの右クリックすら知らん、うち知らなかったんで、いつも動画でコメントをもらってて、で、今まであんまりとっこと知らなかった人が興味持ってくれて、今度行ってきますとかいうコメントとか来てたらやっぱり嬉しいし、これからもいっぱい YouTube から、
チェンジのこと発信していきたいなとか思います。というわけで、今回は登録者まずはじめに目指す1000人を超えたっていうことで感謝の気持ちをお話しさせてもらいました。次回は1万人行った時にこのような動画を出したいと思います。まだまだ編集や動画も下手くそやけど、今後ともよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってって。